耳で読む。バックの宇宙意識。中。最初の言葉。この三。聞き物語。個人が大昔の大人であろうと、今日の子供であろうと、概念、言語、自己意識を瞬時に所有するようになったというとき、もちろん、その個人が概念に到達したことを意味します。自己意識と一つまたはいくつかの概念と一つまたはいくつかの真の言葉を瞬時に所有し、その短い時間で言語全体を所有するようになったわけではありません。個々の人間の歴史では問題の点に到達し、約3歳で通過します。人種の歴史の中では数十万年前に到達し、通過しました。私たちの分析では、私たちは、今、私たちが、それぞれ個別に立っているポイント、つまり、概念的で自己意識的な心のポイントに到達しました。この、新しくより高い意識の形態を獲得する際に、受容的知性または、古い知覚的精神のいずれかを落としたと一瞬たりとも想定してはなりません。実際のところ、それら以外に心を持たない動物と同じように、私たちはこれらなしでは生きられません。したがって、今日の私たちの知性は、知覚、受容、および概念の非常に複雑な混合物で構成されています。ここで、概念について少し考えてみましょう。これは大規模で複雑な受容体とみなすことができます。しかし、どの受容体よりも大きく複雑です。それはおそらくいくつかの知覚と組み合わされた一つまたは複数の受容体で構成されています。この非常に複雑な受容体は記号でマークされます。つまり名前が付けられ、その名前のおかげで概念になります。概念は命名またはマークされた後、いわば横に置かれます。ちょうど受託手荷物が小切手でマークされ、手荷物室に積み上げられるのと同じです。このチェックによりトランクをアメリカのどこにでも送ることができます。したがって、それらの記号を使用して、私たちが使用している個々の概念によって表されるものについて、半分も何も知らずに、概念を精巧な計算、し、哲学のシステムに構築できます。ここで、主要な議論とは別に、注意が必要です。考える人の脳は、考える人の頭脳が、野蛮人の頭脳を超えるような割合で、何も考えない野蛮な人の脳の大きさを超えないことは、何千回も指摘されてきました。その理由は、ハーバート・スペンサーの脳は、原住民のオーストラリア人の脳よりも行うべき作業がほとんどないためです。このため、スペンサーは、概念を表す記号またはカウンターによって彼の特徴的な精神的作業を全て行いますが、野蛮人は面倒なレセプトを使って彼の全てまたはほとんど全てを行います。野蛮人は算術で計算する天文学者に匹敵する立場にあり、スペンサーは台数で計算する人の立場にあります。最初のものは多くの大きな紙に数字を記入し、膨大な労力を費やします。もう一つは、エンベロープで同じ計算を行うため、精神的な作業は比較的少なくなります。